はい、皆さんこんにちは。坂旅チャンネルのさきらです。今回は8月の観戦スケジュールの発表です。の前に7月の J リーグ巡りなんですけど、徳島、愛媛、今治、栃木、群馬、清水、沼津の7チーム観戦行ってきました。でいろんなチームあって、これもまた YouTube にアップしているので、ぜひそちらもご覧ください。で1月中旬に予定していた横浜 F マリノスの試合と大宮アルディージャの試合はちょっと諸事情によって急遽行けなくなってしまったので、また9月以降に、スケジュール合わせていきたいと思います。ということで8月の観戦スケジュールはこんな感じです。はい、今のところ8チーム予定をしていまして、ジュビロ磐田の試合は J リーグ30周年記念の試合になっているので、イベント盛りだくさん。あとフラッグの配布であったり、私の大好きな恐竜のイベントがあったりします。あと北九州はギラフェスといって、ここ一番の熱い試合、集客もかけた試合になっているので、そちらもちょっとかなり楽しみにしています。その他にもですね、いろんなチーム巡って、今回東北にも行きますし、九州にも行くので、めちゃくちゃね、今まで関西から攻めていって、ちょっと遠方に足を伸ばして遊びに行きたいなと思っておりますので、ぜひ今後も動画を楽しみにしていただけたらなと思います。今のところ8チーム予定してるんですけども、前回のように急遽行けなくなったりすることもあるかと思いますので、変更等あれば、お知らせさせていただきますので、ぜひ SNS も合わせてご覧ください。ということで8月の J リーグ巡り、たくさん楽しんでいきたいと思います。また皆さん、次回の動画かスタジアムでお会いしましょう。